消防団省消防団とは、日本においては、消防組織法に基づいて各市町村に設置される消防機関である。消防団は直接には、自治体の条例に基づき設置されており、全国統一の運用と自治体独自の運用の両方が存在する。出初め式の一斉放水消防団員は本業を別に持つ一般市民で構成されており、 自治体から装備及び報酬が支給される。市町村における非常勤地方公務員である。報酬、出動手当については、年額報酬や災害活動、またはイベントや訓練に出動した際の出動手当などが支給される。また、退職時には退職報奨金が公務で災害を受けた場合は、公務災害保証金が支給される。 退職報奨金は、消防団員として5年以上勤務して退職したものに、そのものの階級及び勤務年数に応じて支給する。その額は、市町村等の条例の定めるところによる。非常勤消防団員に係る退職報奨金の支給に関する条例による。公務災害保証金は、公務上の災害を受けた場合に、 市町村等が非常勤消防団員等または、その遺族に対し、その災害によって生じた損害を保障し、合わせて被災団員の社会復帰の促進、遺族の援護等を図るために必要な福祉事業を行うものである。基本的には、非常備の消防機関であるが、山岳地帯、離島の一部など、常備の消防機関とされる、消防本部及び消防署がない地域では、 常備消防を担っている。平成30年版消防白書概要2018年4月、現在、消防本部に勤務する消防理員が全国で約16万4873人であるのに、対し、消防団員数は全国で84万3667であり、 消防団数は2221段、消防分団数は22560分団である。江戸町引消しマイナス目組、江戸時代中期の町奉行である、大岡忠助は、木造家屋の過密地域である、町人域の防火体制再編のため、1718年には、町引けし組合を創設して、防火負担の軽減を図り、1720年には、さらに、 町引けし組織を、色四48組の小祖に再編成した。また、忠助は、瓦吹き屋根や土蔵など、防火建築の省令や非助地の設定、日の見制度の確立などを行う。町引けしは主に、飛び職を中心に形成された。炎症止めの破壊消火が主流だったため消火道具も、飛び口や掛けやのこぎりと呼ばれるものが主力であった。 この町火消しを素系とし、1870年、東京府に消防局が設置されるとともに町火消しが廃止され、消防組が新設された。火消しは、消防夫として、半官半民の身分で採用された。1875年、警視庁に、常設の消防隊ができると、消防組は、消防隊とともに、東京府内の消防業務を担った。ただし、 300諸藩の統治の名残を残す地方では、地方独特の消防制度が形成され、消防組はあくまで、東京府内の機構に止まった。1894年、消防組規則が交付され、消防組が全国で設置され、府県知事に管理が任された。第二次世界大戦において、アメリカ軍は、市街地に対しての空襲を行った。これに対応するため、 警防団例が発布され、消防組は直令団体としての警防団に改編された。戦後、アメリカ軍などの占領軍から一方的に戦争協力機関だとみなされ警防団は廃止されたが、戦後の防災体制強化のため、1947年直令として消防団令が発布され、戦前の警防団は消防団として復活することとなった。 1948年、消防組織法が交付され、直例団体としての消防団は、地方公共団体に付属する消防機関として規定され、今日における自治体消防の下での消防団の仕組みが整った。2013年には、地域の防災活動の担い手を確保し、自発的な防災活動への参加を促進する目的で消防団を中核とした。 地域防災力の充実強化に関する法律が施行された。現在の消防団は、上勤の地方公務員である、消防理員ではなく、非常勤の消防団員で構成されている。消防団員は、地方自治体の長より任命された、消防団長が、地方自治体の長の了解を得て任命している。また、都道府県職員、市町村役場の職員や、 地方議会の議員なども一定の数が消防団員として一般市民とともに現役で活動をしている。女性消防団員の数は2015年現在全国で約2万3000人が活躍中である。法律上は常勤の消防団員からなる消防団もあり得る。過去、地方では消防本部を置かず消防団内に常備部を設けることがしばしば。 行われたが、法律による権限から、消防本部を選択する、自治体が増し、近年は見ることができない。現在は、非常勤のものにより構成される、消防団のみ存在している常備部や、役場分団などの名称を付している団もある。地域差はあるが、おおむね以下のような構成で運営される。団分団部藩市町村によって異なり、基本の活動単位が、 分断の市町村、部の市町村、藩の市町村がある。また、いくつかの分断の集まりを、ブロックや、方面隊地区隊としている、市町村もある。なお近年では、市町村合併が促進された結果、合併前の旧市、群等に含まれる、旧市町村をそれぞれ、市団や、方面隊として構成し、分断以下の組織を取る場合もある。 その場合は、団方面隊、四団、方面団分団部班となる。また、旧市町村を一つの消防団とみなし、その連合隊として連合消防団としている場合もある。2011年現在、大阪府以外では、すべての市町村に消防団が設置されている。大阪府では、大阪市に消防団がなく、 堺市についても2005年に合併で加わった、三原区以外には存在しない。大阪府泉大津市では1972年に会談されたが2005年に再結成された。愛知県西尾市は2011年の合併により、加わった地域の消防団を継承したため、設置自治体となったが、堺市と同じく旧市域には存在しない。 地域によって体系が異なるためあくまで一般的なものである。団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員地域によっては、各階級内で、仙人や筆頭という上級者としてといったものを置いたり、部長を、集団長と呼ぶこともある。このように、集団長と呼ぶ場合は、特化団員の集団、救護集団長、誘導集団長、 予防集団長、自動車集団長、積載車集団長、ラッパ集団長といったものを、班長と同じ階級に置く。この場合集団に属する時はそれらが必要になった時のみである。阪神、淡路大震災での、消火活動消火活動救助活動水防活動、防火、啓発活動救命講習その他地震により、倒壊した2階建ての家屋土の装備は、 総務省消防庁の告示で決められており、主に消防団が使用する車両、装備には以下のものがある。主な個人用装備としては以下の通り。消防団の防火部消火ホース格納バコ LPG ボンベ個人、支給太陽でなく、分断、武闘の備品になっていることもある。釘踏み抜き防止の金属板がそこに入っていたり、 安全靴仕様になっているものもある。多機能型消防車、レッドシーガル消防団の人員輸送車、消防団本部などに配備されている。消防団長や方面隊長などが現場指揮をする際などに使用するが、平時には火災予防運動の広報車としてや、その他の雑用などにも使用している。また、焼津市消防団では、 ドローン部隊が運用することを想定したドローン仕様の消防団指揮者が配備されている。常備消防がない山間部の町の救急車一部の消防団にではあるが、以下のような車両が配備されている。常備消防を置いていない地方の町村においては、役場職員による救急業務が行われている自治体もあるがこの場合、救急車は消防団の装備として計上されている。 この他にも沖縄県の西表島では島の診療所に救急車が配備されその運転を地区の消防団員が当番で担当しているという例もある消防団員には各自治体消防団により金額が異なるが消防団には団員に年報酬と活動ごとの活動手当が市町村から支給されるが市町村の財政難に伴って 消防団へ支給される活動費や装備購入費が不十分となることもある。一部の地域では、これら市町村からの報酬等とは別に、町内会や集落等地域住民から寄付金や協力金が寄せられている場合もある。特別職公務員として活動に当たるが、これは活動に一定の法的根拠、公権力行使等を与えるためと活動に伴って、 死傷事故などが起こった場合の保障について、公的保障で対応するためという意味が大きい。消防団員は公務により死傷した場合、消防組織法により、公務災害保障、検証上授与など保障、検証面での制度が整備されているほか、日本消防協会などでは、掛け金事故負担の消防団員のための、消防団福祉制度を設けている。また、 消防組織法では退職保証金の支給も整備されている。5年以上の勤務が給付条件で自治体によるが勤続30年以上で退職階級が最高職の団長で90万円程度である。消防法と総務省令で国家資格の兵種危険物取扱者の試験について5年以上消防団員として勤務し、 かつ、消防学校の教育訓練のうち基礎教育、普通教育、または、専科教育の警防科を卒業した者を対象に、燃焼及び消火に関する基礎知識の試験科目を免除する制度が設けられている。機能別消防団員の制度が成立したことで、事業所ごとに団や分団を設置するケースもあるなど、消防団組織も多様化しつつある。また、 勤務地の遠隔化、担い手となる若い世代の減少などの理由から、男性の消防団員数が軒並み減少している。しかし一方で、女性消防団員の数は、年々増えており、有事の際に援護が必要となる世帯への、日常的な見回りや、ネットワークの構築など、優れた活動を行っている。学年で開催される、消防総報大会の負担があまりにも大きい。 消防団員と非消防団員との格差があまりにも大きい。農村部から都市部への人口移動主要な構成員が自営農家、個人商店主からサラリーマンに推移し、就業形態が変化したこと。全てではないものの、自治体によっては企業に就業している団員は、入団の際、勤務先に団長名で、就業中の非常出動する。 可能性がある旨の書面を提出するところがあり、以前は企業も緊急出動に伴い社員が職場を離れることを容認、その時間は高級扱いとしていたのだが、近年では景気動向の影響もあり、企業の消防団への意識が低下し、従業員である団員が就業中に緊急出動のために職場を離れることを容認しなくなる風潮が増え、事実上、 修行中の火災に対応できなくなっている。かつて地方では消防団に席を置くことがコミュニティの一員としてやむを得ない義務でもあり、かつ名誉であるという側面を合わせ持っていたが、現在では入団を拒否することが一家もしくは個人の恥であるという意識が希薄になった。さらには若者が コミュニティの一員としての消防団への入団を敬遠し、自宅から離れアパートに入居するといった事例もあり、過疎化を促進する一員にもなっている。入団員現象の穴埋めのため、出稼ぎ等で実在しないものが登録されている地域も存在する。登録上の団員は足りていても、 実際の火災ではポンプを持ち出すことができないほど日常の人員に困窮している分断が地方には少なからず存在している。団員報酬、出動によって受け取れるはずの手当が実際には存在しないか支給されても額が低いか個人に支給されていない。団が自治体を通じて消防庁、総務省から受領しているはずの原子が行方不明になっている。訓練が 本来の任務より一部かけ離れたものになってしまっているという意見が近年出てきている。これは主に消防双方等が実際の有事の際にどれだけ役に立つのかといった議論に根差しており、さらにポンプ操作等が自動化され近代化されているにもかかわらず、消防庁が決めている消防双方が大声での指差し勧告や活動の際の姿勢維持のみを重視し、 形式主義に出しているなど旧体遺伝のままであると言ったことである。また、団員の通常訓練においても、行進や礼式などの訓練のみで、実際の火災出動時の対応について全く触れられることがない。かつて団員に対する報酬や手当を消防団幹部らが一括して受け取り、指摘流用する事例が相次いだため、消防庁は、 報酬等を団員個人の口座に振り込むよう通知している。しかし、2018年に毎日新聞が調査した結果によれば、東京都と大阪府を除く道府県と45市のうち18市が依然として報酬等を特定の口座に一括して振り込む違反状態にある。また、活動の実態のないものを対談させずそのまま団員扱いとし、 不正に報酬等を受け取り、消防団員の宴会や旅行費用に充当するなどコンプライアンスが欠如した事例も見られている。また2020年、毎日新聞が活動をせずに、報酬や手当を受け取っている幽霊消防団員の調査を行ったところ、人口10万人以上の264都市を対象にしただけでも多数に上り支払い総額が3億円以上に、 達していることが判明している。地図消防団本庁分断当所日本以外にも民間人を中心としたボランティア的消防機関の制度を設けている国は多い。最も制度が整備されている国の一つがドイツであり、人員約100万人と3万台以上の消防車両を保有する。アメリカの消防団は約80万人ほどであるが、 教育訓練が非常に充実している。また常勤の消防職員とボランティアの消防団員が一緒に同じ消防署へ詰める地域もあり、他の国に比べて専任性が高い。また災害発生時は陸軍周兵も動員される。中国では約300万人、フランスでは約20万人、韓国では約8万人となっている。その他、ボランティアによる 消防組織を編成せず、強度防衛隊の活動とする国も多い。世界の各国と比較してみると、日本も約90万人の人員と消防車両1万5000台以上の装備を整備しており、ボランティアの消防制度が最も充実している国の一つに挙げられる。ありがとうございます。